いたします。それでは進行します。宇佐美委員、宇佐美委員よろしくお願いいたします。まず私、最初に財政運営の考え方についてお尋ねしたいと思います。まあ、今日も市長も、答弁の中でおっしゃってましたけど、今の京都市の財政、まあ、昭和の時代から収支がずっとあっていなかったと。で、まあ、私もまあこの場で何回も言ってますけれども、まあ、ざっと言ったら毎年100億円ずっとずれてる状態がまあ状態しかしてると。でそれがまあ今まで来て、でこのコロナに至って、いよいよもうニッチもサッチもいかなくなったと。まあ、こういうふうな状態やと私は思っております。で、まあ今回令和3年の補正予算でも187億円は借金返済に充てることができて、まあ財政的な危機は一旦、まあうまいこといったというようなね発言されてたけれども、これね私すごい深刻やなと思うのは、いざという時に動けない京都市だっていうことを、まあ、自ら露呈してるのと一緒なんですよね。でやはりその今までずっと長年続いてきたこの、まあ、収支不均衡というかね、まあ、はっきり言うとずさんな市政運営です。でこれは私角川市長が悪いという意味ではありません。これはもう昭和の時代からのさまざまな投資案件であるとか計画のずさんさ、これが招いてきたことで、まあ、もちろんそのいろいろと改革に邁進されてきたということは、これは私もいろんな場で、そうだなということは言って評価しているところなんですけれども、ただやはりね今後どうしていくのかというところが市民の一番の関心事やと思うんです。まあ、今回もその財政健全化をするための計画を作りましたということは、まあ私も審議させていただいたわけですが、で結局今までもそれはね計画作ってやってきたっていうのはこれ今までもずっとそうなんですよ。でもそうだけれども、結局時間が経てば経つほどもうわけわからないようになってしまって、で結局また今回もこんな状態になってしまって、同じことの繰り返しになっていると私はそういうふうに思うんです。ですからやはり角川市長、この際ですねやはり今までとは違うということをしっかり市民の方にもまた町内にも発信するためにもね、やはりその条例みたいな形でですね今後の財政運営についての考え方思想、ここをしっかりとやっぱり新たに作るべきなんじゃないのかと、示すべきなんじゃないのかということを思うんです。で我々日本維新の会としては、まあ、会派結成以来財政規律条例というものについて、まあ、これはまあ私たちの例ですけれどもね、そういったものを作るべきなんじゃないのかと、まあ、今回の令和4年度の予算要望でも、まあ、例えば今回のコロナの時のような緊急事態に備えた財政確保の義務化など、独自の基準の制定を含む将来世代に負担を先送りしない財政運営を明記した、まあ、そういう財政規律条例を制定する、こういうことを要望として申し上げております。でやはりそうしていかないと、時間が経って担当が変わって人が変わって、そうしたときに結局あの時に決めたこと、あの時の思い、市民にお願いしたこと、それが続かない、どっかで希薄化してしまう、私はやっぱそういうふうに今後ねなってしまうんじゃないかと。だって昭和の初めすみません、昭和の時代からずっと続いてきてるんですよ京都市は。だからこそやはり今回新たにそういう取り組みやってもらいたいというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。鈴木副市長。はい、条例に関して、委員ご指摘をいただいております、持続可能な財政を作っていこうという大きな思いというのは一緒でありますが、ただアプローチや処方箋というのは異なるものではございますけれども、京都市におきましても財政、行財政改革計画を位置づけていく条例を作ることを検討したいということで、代表質問でも市長から申し上げているところでございます。宇佐美委員。その時にやはりね数字をねどうするこうするっていうのではなくて、やっぱ思想ですよ、どういう財政を心がけていくのか、やはりそこは収支を均衡させること、将来世代の、負担の先送りをしないこと、このことをきちっとやっぱりね書いたもの、これやっぱり作っていただきたいし、まあ、ぜひ今後検討していただきたいなというふうに思いますんで、改めて要望しておきます。で時間もあれなんで次に移ります。で2つ目に、今回
子ども赤の者の育み局長の逮捕に関連してやはりその事業所への本市の監査のあり方っていうのはこれ問われていると思いますし問われてくると思います。で私としてはやはりその局内だけでねとどまってるんではなくてやはりその一定程度その重要な案件ちょっと厳しそうな案件そういったことについてはその監査の適切性について全局にわたってそのチェック体制を作るべきじゃないかなということをまあ今日提案させていただきたいと思います。で、例えばですね保健福祉局の案件でたびたび改善勧告が出されている左京区で障害者福祉施設を運営している社会福祉法人に関して、本市で適正な運営に向けて継続的に指導されているということはお伺いしてるんですけれどもやはり時間がかかりすぎていると。で、間もなく刑法上の特別背任の時効にもなるんじゃないかというふうに私は予測してるんですけれども、こういった時効の期日などもね全庁で意識して対応されているのかどうなのか、その点についても含めて、今後 の, そのチェック体制のあり方取り組みの仕方を、いかがでしょうか。岡田副市長。はい、事業所等に入る場合法人等に入る場合の監査ですけれどもやはりそれぞれの法律があり制度があり すなわち法令に基づいて、その原則は所管課所管局が要はそういったことを熟知した上できっちりと監査に入るこれが大原則でありますしまずそれがしっかりとできてないことには監査の実効性というのは伴わないということをまず考えております。で、それが当然それぞれの所管課局でやられるべきものなんですけれども何か大きなトラブルがあったときとか問題があったときそれは今後もこれまでもそうなんですけど基本的には報告を受けてそれに基づいて時としては方策を検討するあるいは報告を受けて指示を出すということが必要になると思います。で、今回の件まだつぶさに詳細が明らかになっているわけではありませんけれどもその調査の過程でそういった観点も含めてきっちりと精査をいたしまして全庁的に監査どうあるべきかといかにそれぞれの所管課局できっちりやれる仕組みを作るかということについても併せて検討したいと考えています。宇佐美。わかりました。やはりねその事業所の立場でどういうふうに対応していくのかっていうことと所管官庁がどうあるべきかって考えることっていうのは必ずしもやっぱり一致しないんですよね。ですからこそやはりその制度 の, その社会的使命を考えたときに所管庁としてどういうふうに指導していくのかどういう行動を取っていくのかこれ非常にやっぱり大事なことだと思うので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。で次に移ります。文化芸術の関係で少し、市民の方からもご意見あったので、ちょっと一つ取り上げさせてもらいたいんですけれども、文化を基軸とした街づくりということで、市長おっしゃっていただいているわけですけれども、そういったそのいろんな街づくりのねその身近なところにアートを生かしていくということもぜひお願いできたらなというふうに思います。今までもね適宜やっていただいていると思うんですけれども、例えばその、身近なところで言ったら、公園をね天気剥げてるね補修しましょうっていう時に、業者さんに発注してね、規定の色に塗るだけではなくてやっぱそういったところにアートティストを入れてね地元の子どもたち地域の人たちが活性化するようなそういうふうなね少しその文化っていうものを取り入れたその街づくりの取り組み子どもたちにも知っていただく感じてもらうそういったことも私できるんじゃないかなというふうに思うんです。でなかなかねちょっと今までハード面のところって結構もう決まりきった形でやってることが多いかなという意識はあるんですけれども、そういったことについても今後考えていただきたいなというふうに思うんですが、局横断してね話になるんで今日ここで言わせてもらうんですけどいかがでしょうか。吉田副市長。委員のご提案、面白い提案だというふうには思っております。これまでから例えば錦市場 の, シ, ャッターシャッターで、若冲のシャッターアートなど、産業環境局と文化市民局の方が連携をして取り組んできたというようなこともございますしそれから
若手芸術家 の、 移住政策、それから、発表の場作り事業というような形での事業で、ハプス等が参画をして、行っている事業等もございます。講演ということでございますと、ハード局の建設局、それから例えば健康遊具等のお話もこれまでありましたけども、ソフトの保健福祉局、そこが文化市民局ということも入って、そういったいろんなところが重なり合って魅力ある講演作り等にも取り組んでまいりたいというふうに思っております。宇佐美、以前にね、防災のところでアートを入れてっていうのがね、私も体験させてもらって非常に良かったなと。やっぱりね、ちょっと違うんですよね、面白さというか関心がね。だからそういう意味では、そういうハード整備に関してもそういった取り組みって、私はせっかくね、今文化をっていう話になってきて、若い人も含めてね、京都来てもらおうとしてるわけですから、やっぱ街づくりにもっとね、大胆に入ってもらうっていうこともぜひ考えてもらいたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。で、次に消防団の関係です。で、我々日本維新の会としては、例えば器具庫については 100% 公費負担するべきじゃないかということでも、ずっと提案しているところなんですけれども、というのがやはりどうしても器具庫を変えなあかんと、補修するときに一定地元でお金を用意せなあかんですね。それは結局寄付に頼らざるを得ないっていう状態がありまして、やはり地域が少し、やっぱりコミュニティが、ね、力がなくなってきてたりとか、場所によっては人もそんなに多くなくてとか、そういうことから 100% 公費負担ということを求めておったところです。で、ただ今回ね、補助率をアップしていただくという方向で提案いただいているので、一定前進かなと思うけれども、ただやはり寄付をどういうふうにしてね、地元で集めていくのかっていうのは、これはやっぱり課題としては残っていくんです。で、そういった時に、私これも市民の方からのご意見もあってね、今日も言わせてもらうんだけれども、例えば今ネーミングライツとかね、ふるさと納税とか、行政がいろいろと寄付を集めようという、そういう取り組みやってるじゃないですか。それをやっぱり消防団のご寄付いただくことにも参考にしながらね、やっていけないのかなと。で、例えば一案ですけど、消防団応援基金みたいなのを作ってですね、地域とか企業が積極的に地元の消防団を応援しやすいような、そういうふうな仕組みを京都市が作って提案していく。で、その中で消防団をね、活性化させていく、いろんなそういう費用面での負担をね、減らしていく、そういうことが大事なんじゃないかなというふうに思います。ぜひそういった取り組みを京都市が率先してね、提案していく、お願いしたいなと思うんですが、いかがかなと思います。それともちょっとまとめていきます。で、一方でですね、消防団における寄付金の取り扱いについて、法的な疑義がね、生じるようなことがあっては、これはあかんと思うんです。ですから、もしそういうことがある恐れがあるんだったら、文書でね、消防団へ一方通知していく。そんな中でやはりみんながいろんなことに憂いなく、元気に活発に活動していく消防団作りを京都市として応援してもらいたいなというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。鈴木副市長。消防団に対する寄付、これ大変ありがたいものでありますので、いただく側も、また出していただく側も気持ちよくということは、その通りかと思います。で、一方で基金を作ってはどうかというご提案でありますが、これはもうご案内の通りでありますけれども、消防団あるいは分団の活動、またどんな寄付をいただくのかと、あるいはその額については、これはもう本当に地区によって様々であろうかというふうに思います。なので、例えば全市内の分を一つの基金にして、それを例えば配分するというようなことというのは、現実的にそれが望ましいかというと、消防法規が求めるということでもないですし、また地域の実情に照らして妥当なのかなというところは思っております。その上でなんですが、法的な疑義がないようにというところで、これは横浜で訴訟があったということにも絡んでのことかと思いますけれども、我々からしますと、まず消防団の施設の整備
に要する経費というのを分団等が地元からお集めになる、この負担金について寄付を募るということは消防法規上問題がないというふうに考えております。でその他の活動との関係で言いますと、先ほどの整備費、施設整備費を含めまして、京都市から直接交付する資金を扱う会計口座と、その他の使途にお使いになる口座、これは明確に区分するようにということで、これまでもお願いをしておりますし、改めて周知をしていきたいと考えてございます。また適正かつ円滑な寄付の割り方について引き続き研究をしていきたいと考えております。宇佐美委員、ぜひね、消防団応援する立場で私も今日申し上げておりますし、やっぱりね、苦労されてるんですよ、各団が。だからやっぱりそこの手助けになるような仕組みとかね、その広報とか、そのこういうやり方がありますよ、いいですよ、京都市がね、市長が率先してその募っていただけるようにね、応援してほしいということを言っていただけるように、ぜひ今後ともいろいろと研究してもらいたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、あと、もう一点なんですけれども、これちょっと私もいろいろトラブルの現場に立ち会って、ちょっと今日申し上げるんですけどね、私今地元左京区なわけですけれども、左京区の、北部の方、例えば私松ヶ崎修学院岩倉、そういったところから北の方っていうのは、雨水幹線っていうのが基本的には用水路が担ってるんですよね。で、もちろんその新しく開発されたところは別なんですけども、基本的にはその河川、小河川であるとか用水がその雨水を全部飲んでいくというふうな形になってますと。ところが今電波田が開発されてきて、で雨水の量、結構流れ込んでくる雨水の量が増えてくるということから、溢れるであるとか、やっぱりそういったトラブルが出てきてるっていうのは事実やと思うんです。でところが一方でですね、じゃあその河川の管理はじゃあ誰がやるんだというところが、私やっぱり今ちょっと曖昧になってるんじゃないかなというふうに思うんです。で、例えば地元の水利組合さん、建設局、産業観光局、はたまた上下水道局、でいろんなところがね絡んでると思うんですけれども、そのやっぱりね、一つそこはしっかり整理してもらいたいなっていうのと、その例えば何かここ詰まってきてます、ここのところに土砂が堆積してますっていう時にね、いや地元の水利組合さん申請してもらったら補助金出しますよみたいな話になってしまうとね、それ災害防除の観点で言ったらどうなのかと。で一方で雨水幹線しかないところはですね、これ当然京都市がやるわけじゃないですか。やっぱりそういう意味で、その日頃のね手入れっていうのは別にしても、例えばその、水路の詰まりとか危険除去とかね、オーバーフローした時のそのじゃあ土砂をどうしていくのかとかいうところは、一定やはり本市が責任を持って対処していく、たらい回しにしない、で地元負担をあまりその求めていくようなねことで言っていかない、そこは考え方をちょっと今回改めてそのしっかりその体制作りしてほしいというふうに思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。岡田副市長。水路等のまず所管ですけれども、河川法の適用、また巡洋を受ける本市の管理の河川は、これ、建設局が所管でありますし、河川法の適用や巡洋を受けない水路等、これは平成17年に地方文献一括法によって国から譲与されてますので、日本市では条例を作って、その機能とか用途で建設、上下水、産業、観光局の3局で分担をしています。で、ただ、私どもからすれば、財産の管理と機能の管理、このように明確に所管が分かれているので、はっきりしているというつもりなんですが、市民の方から見れば、利用される方から見れば、そんなことは分からないと、要は現実、どこに言うていったらいいんやということもありますので、まず我々では24時間365日、いつでも各所管の部署、あるいは委託事業者に通報していただくと、それを受けるようにしています。どこに来てもすぐに共有をして、じゃあ我々の整理の中ではどこが対応すべきかということをやるということをやってますので、そういったことはこれからもきっちりと徹底をしていきたいと思います。そして農業用水路というときに、実際は農家の皆さんが一定の日常の管理をされていると、ところが
災害に近いような形で一気に埋まったとき、これもやらんなんのかというようなところ、そこはやっぱり我々の部署3局がすぐに連携をしてですね、現場を見に行って確認をするとかいう中で、どういう整理をするかということを考えていく必要がありますので、そういった手法についてもさらに徹底をしていきたいというふうに考えています。宇佐美ぜひね、お願いしたいと思います。でやっぱりその地元の方ね、皆さん結構本当真面目にという言い方変やな、こう真摯に考えていただいているので、本当これずっとやるなあかんのちゃうかと思ってね、すごい心配されてると思うんです。ただやっぱりそこは一定その公的なその設備だということで、そのしっかり京都市やっていきますし、まあかけて電話してもらったらちゃんと対応しますよっていう一言があるとね、だいぶ違うと思うんですよ。で特にその本当に今都市開発進んできて、その水路の断面積もこれ足りてません、私の感覚では。でそれを広げるのも今後課題と私は思いますし、そこはまた今後しっかり研究していただきたいと思うし、また取り上げていきたいなというふうに思います。で最後少し時間がありますので、ちょっと3点ほど要望だけさせていただきます。まず1つ目なんですけれども、先日来左京区において白川のですね、まあ、大変大雨が降って、まあ、大量の砂が流れてくると、まあ溢れ出すということが起こっています。で、砂防ダムとか堰堤も私見に行かせていただきましたけども満杯になってます。でただこれ府と市の関係性あると思うんですけれども、私これ思うのがね、やっぱりこう長年管理されてなかったというのは事実としてあると思います。でやはりその川砂をね採取することはまあずっと禁止されてるわけなんですよね。だそれについてもやはり府と市と一体協議してね、そういったところもその、まあ、川砂を取っていいよと、その代わりこういうふうなやり方してよとかいう形で、まあ、日頃からそのメンテナンスも兼ねてね、しっかりと掘削を行っていくような仕組み作り、これをぜひ適正管理としてね、砂防ダム堰堤やっていただきたいなと、研究していただきたいし、話し合い進めていただきたいなというふうに思いますのでお願いします。それとあと2点あるんですけれども、私の地元松ヶ崎で、かんぽ生命さんの、京都サービスセンターっていうのがありました。でも実際もう今はもう手放されているようです。で非常に閑静な住宅地のど真ん中に1万4000平米という大きな、場所が、今後開発されるということになるようです。で区役所の左京区役所の隣です。で地元の方本当に今心配されております。で、まあ、京都には町づくり条例というものがあるわけで、これ京都市がしっかりとね、地域の住民にとってもメリットのある開発になるように、あらかじめしっかり業者に対してアドバイスというか指導というかやっていただきたいと思います。本当に周りの方、今までの閑静な住宅地がどうなるんやろうということで不安に思っていらっしゃいますので、そこはやはり行政がその条例の趣旨に基づいてしっかり間に立ってやっていただきたいというふうに思います。それとあと3つ目、これも土砂災害警戒特別警戒区域にある学校設備に関してですね、これもう以前から言ってるんですけれども、特にハード面での対策っていうのは特に取られてないようです。でこれについてもやはり地元心配してますので、これも継続して頑張って考えていただきたいと思いますのでお願いいたします。以上です。はい、はい、進行いたします。おい、道畑委員。はい、道畑委員。私はこの予算特別代理分科会に所属しており、まあ、この特別質疑の質疑内容に基づいて、まあ、総括的に質問をしたいと思いますので、ご答弁よろしくお願いします。まず1点目、この民間保育園等給料、職員の給料等運用事業補助金の再構築について少し何点かお伺いしたいなというふうに思います。まあ、この財政が厳しい中で正規だけ改革を実行する上で、いわゆる民間保育園等の職員の給料等運用事業補助金の見直しが、まあ、行われることになりました。でこれはもう本当に非常に困難な、苦渋な選択だと私も思っております。でこのプール制といいますのは、まあ、昭和60年代、今からもう50年ほど前から構築されてまして、私も携わってきまして、で作ってこられた、
まあ、歴代の先達たち、島本幸三先生、光栄先生、内海勘定先生、藤本先生、本当にいろんな先生がこの昔の保育園をしっかり処遇改善を高めていこうということで構築されてきたという歴史も考えみて、本当にこの大きな制度が変換される節目になったなと、本当にそういうふうに感じております。でその中で、まあ、今回の調査結果から、浮かび上がった課題等を踏まえ、まあ、保育士について現行の給料水準、配置基準を全体として維持充実した上で実績に応じて生産することにより透明性の高い制度へ再構築されたということの報告がございました。で、まあ、その中でね、今回3月に決まりまして、まあ、4月から施行ということで、まあ、始まるんですけれども、まあ、全ての園がすぐにこの新制度に対応できないという声も聞こえてきます。で、まあ、そういった園に対しては園の状況に応じたサポートが必要だと本当に私自身が考えておるところでございます。で相談体制については、まあ、局別質疑でも質問させていただきまして、まあ、個別 の相談に寄り添う必要があると考えており、保育園連盟とも相談しているところであり、運営されている法人の種類も様々である中、専門的な見地から効果的で具体的な助言を得られるよう仕組みを考えてまいるという答弁いただきました。まあ、改めてご所見をこの件に関して、まあ、総括的に含めてお伺いしたいなと思います。吉田副市長。今回 の見直しにつきましては、人件費の支出額の実態の調査に基づいて行っているものでございますので、補助金が下がる保育園が多いとあるということについては、これは想定をされているというところでございます。その中で一定の園ではこれまでの人件費の支出額が補助額を超える保育園もございます。そういった園には一定の見直し改善を図っていただくという形になります。その改善の内容につきましては実施主体の保育園法人で考えていただくという形になるんですけども、私のところにも拙速に給与カットをしたしかないやないかというような声もありますけども、我々としたらそういったことがないように対応はしていただけると思っております。例えば極端な話ですけども、当面の積立金ですとか内部留保を活用していただくというようなこともお願いを考えていただく必要があるというふうに思っています。ただそれについては個々の保育園の状況にもございますので、しっかりと相談体制も保育園連盟と一緒になって構築をしてまいりたいというふうに思っております。それでもなお厳しいという保育園もやっぱり出てくると思います。そういった保育園については我々京都市も一緒になって、どういった対応が取れるのかということを共に考えていきたいというふうに考えております。道原委員。本当にこの長い間ついた制度がこの大きく変わると、本当に京都市の保育行政のいわゆる本当にこの3月4月が大転換というふうに私は認識しております。でその中でね、私一点だけ少し要望というか少し考えていただきたいなという点が一点だけ、まあ、何点もありますけれども、特に一点少し言わせていただきたいなと思います。これは障害児保育についてお伺いしたいなと思っております。今回の再構築で、まあ、従来の制度と変わりまして、この全ての補助金を、まあ、一括りにしていわゆる考えてきて、でそういう形で人的配置を行うということなんですけれども、例えば国制度の人件費相当額が実質額を上回る場合は職員を加配していても、いわゆる総額調整部分、総額の金額っていうで考える部分ですので、そのいわゆる障害児に対するその補助金が出ないという場合があるんですね。加配していてもいわゆる京都市の単位が出てこないという場合も、そういう起こりうることも予想されるんですね。で、障害児保育は子どもの育ちの保障であり、やっぱりこのいわゆる配置基準とはまた別の観点でやはり考えていくべきかなと、私は本当にそういうふうに思うんですけれども、園の支出がどうであれ実質、いわゆる受け入れ実質に応じて支払いする制度に、私はやはり少し考えていただきたい。もちろん金額の良し悪しっていうのは多い少ないは
この財政の中、郷土史ができる範囲で、この他の行政区でも満額出てるところがほとんどありませんので、できる範囲でやっぱりやっていくべきだなというふうに思っております。で、また、この幼稚園の障害児保育の補助金に件に関しても、特別質疑で質問させていただきました。ここも、いわゆる十分な金額が出てるっていうほどでもないんですけれども、やはり幼稚園と保育園で扱いが違うということではなくて、もちろん予算上の制限はあるとは思います。しかし、幼稚園、保育園、すべての施設の障害児の保育に人的配置をしっかりしていただける、いわゆるそういうふうな、いわゆる導けるような制度をやはり構築していってほしいなというふうに私は思っております。で、やはりここは子育て環境を最重点をと掲げている西脇知事とも、いわゆる府とも連携しながら、京都市の障害児保育を、どういうふうに、いわゆる京都市として、施策として進めていくのか、やはりこれは京都市の姿勢に問われると思うんですね、障害児保育の。いわゆるその辺がやはり私は問題かなと思うんですけれども、この辺に関してご所見をお伺いしたいなと思います。吉田副市長。まず委員の方にご理解いただきたいのは、障害児の加配については、加配基準ございます。これまでからの児童の発達状況に応じた配置基準の考え方につきましては、再編後につきましても変えてはおりません。ですから、子どもの人数がいて、それに対して職員数が出て、その中での障害児が、障害を持った子どもさんがおられたら、その障害に程度に合わせて加配を打っていくということについては変わってはおりません。ただ今回の再構築 の制度におきましては、従来の給与改善期に加えまして、通勤手当の助成、それから定員の弾力化対策費、それからの単品援護ですとか、障害児保育も統合して、職員配置や人件費の支出額に応じて補助をするという形になります。ですので、職員のこれまで実配置のみの確認であったものに加えて、再構築後 の制度 の今ご説明をしましたコンセプトに応じまして、人件費の支出状況を確認して、障害児保育の加配分も含めて、国制度給付費の人件費相当額では足りない部分の経費に対して補助を行うというものでございますので、ものでございます。で、ただですね、その障害児 その補助単価につきましては、むしろ保育士1人当たりについては、従前から30万円ほど充実をしているということもございますし、物件費についても、一定確保しているということでございますので、これまでと変わらず、障害を持った子どもさんの受け入れ体制については構築をしていただけるというふうに考えているところでございます。ただですね、それぞれ先ほど言いましたように、それぞれ保育園の状況と、それから障害を持った子どもさんの状況等もございますので、この制度そのものにつきましては、3年程度の計算状況を踏まえて、ブラッシュアップをしていきたいというふうに考えております。障害児の加配につきましても、しっかりと検証した上で、万が一、支障があるということであれば、その支障についての対応策についても考えていきたいというふうには思っております。道端委員。私もね、これ新しい制度が本当にこの4月から改定されて、すぐにこれをしてくれというのではなくて、やはりその実績に応じて、しっかりこの京都市 の障害児保育、すべての障害児保育をね、しっかりできるように、もう考えていただきたいなというのが私の本音でございます。実際、本当にいろんな状況で、環境も違いますし、いわゆる0歳で、6ヶ月検診で分かる子、1歳半検診で分かる子、で3歳、8ヶ月検診で分かる子、1歳半検診で分かる子、3歳検診で分かる子、もう別々でございますので、その辺もしっかりとこう障害児保育について取り組んで、京都市としてこうするんだというふうな形の制度を構築していってほしいなと思います。私、少し時間があともうほとんど2分しかないので、あともう1個だけ言わせてください。市立高校における e スポーツの取り組みにつきまして、本当に文章いっぱい作ったんですけど読めないので、市立高校の中でこの e スポーツの部活動を進めてほしいなというふうに思います。本当にこの e スポーツというのは
最近プロゲーマーという言葉が我々の時代にはなかったような、いわゆる時代のもう最先端の子どもたちが生まれてきます。それを市立高校のいわゆる部活動として取り入れるべきだと私は思うんですけれども、そのあたり本当に子どもたちの生き方もバラバラ、本当に多様になってきましたので、そのあたりどういうふうに考えておられるか、少し研究も含めて前向きな答えをいただきたいと思います。門川市長、現在京都市立高校、教職員、子どもたち、保護者含めて創造的な取り組みをしております。そんな中で、e スポーツ部としては設置されていませんけど、コンピューター部やとか電子機器を用いたプログラミングなどは、積極的にされております。市長がどうすべきだということを言うべきものではないですけども、時代の新たな流れ、価値観、そうしたこともしっかりと市立高校の中で生かして、新たな挑戦が進んでいくものと考えていますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。道端委員、 e スポーツとプログラムと全く違うんですね。その辺の認識から我々変えていかないといけないと思うので、やはりやっぱりその新しい時代のところのやはり部分で市立高校のクラブ活動として我々大人も意識変わっていかなくてはいけないと思いますので、その辺お願いして終わります。以上です。進行いたします。小山田委員。小山田委員、よろしくお願いいたします。私は国民健康保険の保険料について質問いたします。時間がございませんので簡潔なご答弁をお願いいたします。国の補助金といいますか、交付金などを活用しまして、保険料を医療費の伸びと同じ 3.7% の引き上げ幅に抑えたことや、将来に備えて基金を積み立てたことは大変評価したいと思います。ただ保険料の引き上げ幅をですね、もうさらにもうちょっと抑えることはできなかったのかな、32億円ぐらい必要だと言われている据え置きまでは求めませんけれども、一般会計からの繰入れ金などを使ってですね、2% 増ぐらいとか、できる限り上げ幅を圧縮してほしかったなというのが率直な感想でございます。幸い財政危機克服のめどはついてきておりますので、今後財政状況を考慮しながら一般会計からのこの繰入れ金を使ったりとかですね、あるいは積み立てたお金などを使って、保険料のこれ以上の引き上げを回避してほしいと思うんですが、今後ですね、上げ幅を圧縮することをこういった一般の会計からの繰入れを含めて考えていらっしゃるんでしょうか。基本的な人の考え方をお聞かせいただきたいと思います。吉田副市長。基本的にはいわゆる医療費、これ保険制度でございますので、医療費の伸びに応じて、保険料等については影響をしてくるというものでございます。ですので、その医療費を反映した納付金が増額を上がれば、当然それ保育料に影響していく、保険料に影響していくというものでございますので、基本的にはそういった考え方でございます。ただ非常に負担が大きいということもございますので、今回一般会計からの繰入れ金64億を同額を導入をしまして、また臨時的に今のコロナの状況を鑑みて18億円を投入をして 3.7 億円になんとか抑えたというところでございます。今の基本的な考え方と、そして一般会計の繰入れ金につきましても、非常にこれまでから多額の繰入れをしておりますので、これ以上の繰入れということについては全体的な国民健康保険に加入されていない方とのバランス等もございますので、かなり困難かというふうには思っております。引き続き令和5年度以降もですね、医療費の 増等も想定がされますので、そういったところは、積み立てた27億円を活用して、しっかりと対応してまいりたいというふうには思っております。小山田委員。はい、給付が増えれば保険料が上がるのは仕方がないというようなご答弁もありまして、理屈の上ではそうなんですけれども、そういうふうに言わないでですね、何としてもこの自治体の責務というのはやはり市民の生活を守ることですので、可能な限り負担の軽減をですね、今後お願いしたいと思います。
それにしても、国民健康保険というのは非常に高いというふうに思います。これは健康保険の一元化をですね、国に求めるというようなことをご答弁ありましたけれども、具体的にどういうふうにしていくのかということがまず1点、それからですね、こうちょっと時間もなくなってきましたので、いわゆる住民税非課税世帯に対して、保険料の減免の制度、最大で 70% という現行の制度があります。で、これはですね、本当に高齢者っていうのは大体退職後のお金ですから、住民税非課税の場合が多いわけで、この減免制度非常に役に立っているという声が多いわけです。財政危機ということでですね、この減免制度も変えられてしまうんではないかという、そういう市民からのちょっと不安のお便りなんかも来たんですけれども、今後の見通し、そして今後ともですね、この減免制度最大限で 70% という、これを守っていっていただきたいと思うんですが、これについての今後の根本的な考え方ですね、そしてこの制度を変えていただきたくないんですが、これについての基本的なお考えをお知らせいただきたいと思います。吉田副首相。減免制度につきましてですね、今国基準での減免、そして国基準の制度とはまた別に本市独自でも条例での減免をしております。そういったことで必要な納付が困難な世帯の方に対しての支援は継続はして取り組んでいきたいというふうには思っております。その内容をどうするかということにつきましては、今お答えできるような状況ではございませんけれども、その減免制度をしっかりと活用していくというようなところでございます。また国民健康保険につきましては、やはり被保険者が高齢である、また数が少なくなってきているというような状況もございますので、かなり運営状況等については、京都市だけではなくて、やはり全国一律のやはり課題であるというふうに思っております。国に対してもその一元化等につきましての制度についてしっかりと要望してまいりたいというふうに思っております。小山田委員、ぜひですね、市民の命と暮らしを守るために、最大限のですね、努力をしていただきたいと思います。以上で終わります。進行します。豊田委員。はい、豊田委員。よろしくお願いいたします。私からは新型コロナウイルス感染症対策について、その中でも濃厚接触者宿泊施設あっせん事業について質問をさせていただきます。京都市では令和3年2月4日から濃厚接触者等への宿泊施設利用補助事業が始まっております。長期化するコロナ禍の中、感染拡大による自宅療養者は急増し、濃厚接触者も必然に増加しているのが現状でございます。感染源流の半分以上が家庭内感染でありまして、その中でも子どもの感染の9割以上は家庭内感染でございます。感染者を減らすためには家庭内感染を抑制することが最重要課題であるという観点から、濃厚接触者が泊まることのできる宿泊施設の提供を要望し、京都府との連携の中で実現をしていただいた事業でございます。宿泊施設の多い京都の強みを生かした全国初の取り組みであり、コロナ禍で大打撃を受けられている中でも京都市のために何かをしたいと考えてくださった宿泊施設の皆様の温かいご協力により実現できた事業でもあります。この制度を開始当時は濃厚接触者の待機期間は14日でありましたけれども、現在は7日に短縮をされておりまして、検査結果が出る頃には待機期間が終了しているとの課題を特別質疑ではお伺いしました。しかしながら数日であっても家族と離れることに効果はあって、たくさんの皆様にこの制度をご利用いただきたいと考えております。特別質疑では保健福祉局に対して、この事業の認知度はどれくらいだとお考えですかと質問を行いましたが、まだまだこの事業の周知は足りていないと思っております。東京都では2月21日から高齢者の家庭内感染を防ぐため、高齢者が同居家族から一定期間離れて都内で宿泊施設に滞在することに対して、1泊につき5000円を補助する事業が実施をされております。
陽性者や濃厚接触者以外であっても家庭内感染を未然に防ぐ取り組みとして宿泊施設を活用して家族と離れて生活することは有効であると考えております。本市の厳しい財政状況の中、濃厚接触者以外にも補助対象を広げることは厳しいかと思いますけれども、この2000円の補助金がなくても、まあ、1泊3500円程度で宿泊できるホテルが京都市にはたくさんあるということを市民の皆様に知っていただき、家族との隔離の選択肢として宿泊施設利用を促進するのは感染者を減らす取り組みとして非常に有効であると考えております。またコロナ禍で経営打撃を受けられている宿泊施設の活性化にも貢献できる取り組みであると考えております。本市のご見解はいかがでしょうか。吉田副長。この事業の今説明につきましては今委員の方からご説明をしていただいた通りだというふうに思っております。この事業 の、 すごい一番のやはりいいところは協定を締結をしている旅行業者がかなりご協力が大変していただいているというところでございます。家庭内感染を防止するために宿泊を希望された場合に受け入れ可能な宿泊施設をご紹介をしていただくということですけれども、その希望が多いときにはかなりこの旅行業者にはしっかりとこの宿泊できるところを探していただいて斡旋をしていただいているというところでございます。で今委員からもございましたように、ただ今 の、 コロナ禍の感染状況で言いますとやはりこう待機期間が短くなっているということと、それとやはり一つの条件としてこの陰性ということが分かった方をのご利用という形になりますので、まあ、そういった今 の、 オミクロンに応じた対応ということについてはそれは課題だというふうには思っております。ただですね、まだまだこの事業を利用されるしたいという方のニーズはあるというふうに思っておりますので、まあ、我々も感染状況がこう拡大をしたときには州法とかでも紹介をさせていただいているんですけども、それ以外でもやはり陽性になった方、濃厚接触者になった方、その方らにしっかりとこういうこの制度が行き届くように広報はしてまいりたいというふうには思っております。豊田委員。はい、この授業をスタートされまして707件の斡旋を行っていただいておりまして、2513泊のご利用いただいております。幼児や児童への感染が急増しておりまして、兄弟家族の隔離を心がけている保護者の方も大変多いと存じております。またクラスターが発生した行政セクターではこの制度を活用して家庭内感染を大幅に抑制できた事例もご報告聞いております。来年度も一人でも多くの市民の皆様にこの制度をご活用いただけるよう周知徹底に取り組んでいただくよう求めて終わらせていただきます。進行いたします。森川委員。森川委員。このコロナの中でですね、私は学生たちが非常に心配で、とりわけですね、大学ではオンライン授業をされたということで、大学生の孤立化を非常に私は心配をしております。で交通局で交通事業白書というのを見てますとですね、実にですね大学生の定期利用が7割減少したと。一方で小中高はですね1割から2割、通勤客は2割減少にとどまっているという状況です。で大学生協さんが行われたアンケートを見てますとですね、やはりオンラインで便利になったというよりはですね、むしろ人生で一番楽しい大学生活が一番しんどい生活に変わり、大学に来なければとさえ思うというようなアンケートでありますとか、やはり非常に高い割合で大学のオンライン授業の弊害化が出ているという状況です。で私交通局の質疑で申し上げたのが、やはりやるべきことをしっかり公の機関としてやっていただくと。ただ交通局の皆さんが経営なんだからオンライン授業をやめてくれと、定期を買ってくれと、これはできないと思います。筋が違うと思います。ですから私はこの総括の場で市長に申し上げたいのは、大学の対面授業の意義、あるいは小中高で必死でこれ現場でコロナの感染対策をやった上で対面授業をやったということも含めてですね、しっかり大学政策として
オンライン授業だけではなくて対面授業をやってくださいということをぜひ言っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。岡田副首相。はい、大学生がですね、対面授業が行われないことによって、自宅であるいは自分の下宿で一人で、オンラインでと、なかなか人とも交流がないという時期があったのは事実であります。私どももですね、少しでも、大学で、前向きに時には対面と、オンラインとハイブリッドで組み合わせていただいて、でも科目にもよると思うんですけども、そういった取り組みができませんかと、コンソーシアム京都もありますので、そういったところで働きかけをしてまいりました。そしてまたそういった環境を作っていただくための助成なんかもさせていただきました。そしてワクチン接種もですね、相当私どもからまず大学も学生さんも安心して、対面授業を受けられるようにということで職域接種かなり働きかけをしまして、規模の小さい大学で単独では難しいというところではコンソーシアム方式で、連合というか共同で一緒にやるというようなことを進めて、少しでも対面が進み、学生の学ぶ環境が保障されるように取り組んでまいりました。またキャンパスブラウザもオープンにして使っていただけるような形を取りました。森川委員。令和2年度のですね、大学の定期医療の落ち込み7割減と申し上げましたが、その金額はですね、10億を超える、バスと地下鉄で10億を超えますね。ですので、経営ビジョンをあるいは予算を見てますとですね、大学生 その定期の戻りが半分以下の見込みを立てておられますが、私は今日もいろいろなご意見がありましたが、ありとあらゆることをやって値上げとあるいは料金改定を考えるべきであって、ですので私はもちろん先ほど言いましたように交通局から定期を買ってくれという取り組みだけではなくてですね、しっかり大学政策として大学の街ということですし、私は交通の便の確保も含め、私は大学とともに私は交通局が歩んできたということも私はあろうかと思いますので、しっかり職員一丸となって、増客チームを作られて1日あたりの赤字額5000万から、私は委員会で要求いたしました資料を見てますとですね、随分と、もう1日、これが中長期の見通しであってもですね、これ1日赤字額が数百万というところまで来てますから、先が厳しいというのはよくわかるんですが、ありとあらゆることをやっていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。どうしてもこのビジョンを見てますと、私もですね、このビジョンの中に書かれてますのは、ポストコロナで、もうお客様が見込めないということをもう断言されている表現があったり、あるいはですね、運賃改定は早期に実施すべきと考えるって書いてますね。ですんで、私は運賃改定ありきではない、値上げありきではないという確認は私はしているんですが、やはりしっかりと増客チームの設置、全局挙げて、今またやっていただきたいというふうに思います。で、あとですね、こういう例もあります。小田急さんはですね、今このコロナで落ち込んだのは私鉄も同じなんですが、小田急電鉄さんではむしろ子ども料金を引き下げて一律均一50円にすると、お子さんの料金をですね。で、ただお子さんを連れてくる 親御さんの利用を見込んで収支をトントンにしてですね、で子育てに手厚い町に寄与するという中で中長期的に収支を図ると、こんな意欲的な取り組み、これもひょっとしたら絵に描いた餅かも分かりませんが、私は絵を描かないと餅すらできないというような状況であると思いますので、しっかり中長期的に意欲的な私は絵を描いていただくようにお願いを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。何かご答弁があればよろしくお願いします。いいですか。はい、では、以上いいですね。はい、以上で本日の総括質疑を終了いたします。理事者の皆さん、ご苦労様でした。明日16日水曜日は午前10時から本会議場におきまして、引き続き市長副市長に対する総括質疑を行いますので、よろしくお願いいたします。本日の委員会はこれをもって散会いたします。委員の皆さん、お疲れ様でした。